皆さんこんにちは。84歳のスティールギター奏者、関真理子でございます。いつも私の動画をご覧いただいて本当にありがとうございます。チャンネル登録者数もやがて800名が近づいてまいりまして、皆さんのおかげです。あと一息よろしくお願いいたします。6月も半ばが近づいてまいりまして、すごく夏らしい暑い陽気になってまいりましたので、久しぶりにハワイアンの演奏をしてみました。ムームーを着てまいりました。曲名はマイスイートスイーティーという私のかわいいかわいい人っていう歌を演奏でやってみました。この曲は昔ホーラウレアというスティールギターの会がハワイで行われてた時にどなたかが弾いてとても印象に残った曲なので、私も取り上げてみた曲なんです。とってもかわいい曲なのでお楽しみください。この曲の中では前回アマポーラの時にちょっとお話ししましたボリューム奏法というのが出てまいりまして、その奏法を後ほどちょっと画面でご説明したいと思っております。まずはウクレレの演奏とそれに引き続いてスティールギターの演奏を聴いてください。Thank you.
それではボリューム奏法についてちょっとご説明したいと思います。ボリューム奏法は2種類ありまして、私が演奏するスティールギターのボリュームコントロールを使用して弾く方法と、もう一つはフットペダルを使いまして、ペダルスティールギターの方が使っているボリューム奏法と2種類あります。小指と薬指をボリュームコントロールに絡めましたらば、まずコントロールをゼロにします。そして音を出す瞬間に上に音を上げます。このようにボリュームコントロールをゼロからいっぱいに上げることによって音を出します。上の方から見てみてください。エンディングで使うコードのボリューム奏法です。4番線、私の場合チューニングが E7 なので、4番線から上を一気に弾きます。セブンスのコードの場合は下から全部弾いて構いません。こんな感じです。では今日はこれで終わらせていただきます。次回をまたご期待ください。ごきげんよう。アロハ。いつも私の動画をご覧くださいまして、本当にありがとうございます。チャンネルの登録者数も、まもなく、ストップ。800でいいんだっけ？ 700？ あれ？